大谷のホームランは比べる次元ではないね。レジェンド、オルティズ氏がアメリカテレビで大谷選手のホームランを語っていました。ドジャースの大谷翔平選手が日本時間の4日、本拠地でのジャイアンツ戦に2番指名打者として先発出場しました。開幕から自己ワーストの40打席不発の後、第4打席で移籍後初となる今季1号本塁打を放ち、4打数2安打1打点で5対4の勝利に貢献しました。ジャイアンツとの3連戦はこれでスイープとなりました。これには全米で熱狂。オルティズ氏もアメリカテレビで絶賛していました。今回の動画はオルティズ氏の大谷選手のホームランの解説や現地の反応などをお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧くださいませ。大谷選手待望の1号ホームラン、待ちわびた瞬間が訪れたのは4対3の7回に試走者なしの場面でした。サワン・テイラー・ロジャースに対しカウント 3-1 からの速球を強振すると、強烈な打球は右中間席で弾みました。大熱狂の中、ダイヤモンドを一周した大谷選手はベンチでナインに出迎えられ、安堵した様子を見せました。テオスカー・ヘルナンデス選手にはひまわりの種をぶつけられる手荒い祝福もありました。打球速度は 105.6 マイル、打球角度は24度、飛距離は430フィートでした。この一発でドジャースは開幕から9試合連続5得点以上を記録しました。スポーツ専門局 ESPN のサラ・ラングス記者は、1900年以降で開幕から9試合連続5得点以上を記録したのは過去5球団だと自身の SNS で報じました。2日のジャイアンツ戦ではチームが爆発する中、大谷選手は3打数無安打に終わりました。開幕から8試合37打席連続本塁打なしは自己ワーストを更新していました。しかしこの日の4打席目にようやく快音を響かせ、今季2度目の完売で本拠地ドジャースタジアムに詰めかけた 52,746人のファンも大熱狂しました。専属通訳だった水原一平氏が3月21日に違法賭博問題で球団を解雇された後、オープン戦も含め本塁打が出ていませんでしたが、ようやく待望の一発が生まれ、水原ショックを払拭しました。大谷選手の開幕に限らない連続本塁打なしのワースト記録は2022年の22試合&93打席連続でした。その年は34本塁打をマークし、最終戦まで本塁打なしに終わりました。また昨季の最後の本塁打は8月23日のレッズ戦の第1打席での44号でした。初回は1番ムーキー・ベッツ選手が安打で出塁し、無四走者なしの状況で第1打席を迎えました。22歳の若手左腕カイル・ハリソン投手との初対戦では2球で簡単に追い込まれ、最後は87マイルの低めのチェンジアップにタイミングを外されてバットが空を切りました。1対1の3回先頭で迎えた第2打席ではカイル・ハリソン投手との2度目の対戦で、ワンボールから2球目の内角速球に詰まらされながらも1・2塁間への安打を放ちました。そして4番のウィル・スミス選手の左翼線への2塁打で本塁まで激走し、1塁から一気に本塁へ生還して勝ち越しのホームを踏みました。4対1で迎えた4回2し1塁の第3打席ではカウント1・2から2球連続ファウルで粘った後、6球目の速球にやや差し込まれてレフトフライに倒れました。大谷翔平試合後インタビュー。大谷選手の一問一答は以下の通りです。ホームランの感触は、なかなか調子が上がってこなくて焦る気持ち、早く打ちたいなっていう気持ちを我慢しながら自分のスイングをしようっていうことに努めてはきたので、なんとか1本出てよかったなと思います。スイングは変えましたか？ボールの見え方が一番大事だなと思ってるので、そこが一番、自分の納得できるスタンスで構えるっていうことはまず心がけました。ロバーツ監督が良いスイングがあれば良い結果が続くと言われましたか？監督とも今日話して、本当に自分らしくいればそれだけでいいっていう風に言ってもらえたので、それで気持ちが楽になりましたし、今日こうやってまず結果が出て、それを継続して頑張りたいなと思ってます。ドジャースタジアムの雰囲気はどうでしたか？毎日毎日これだけ多くのファンが入ってもらって、すごくやりがいというか自分にエナジーをもらえると思うので、それを自分の力に変えて今後も頑張りたいなと思ってます。大谷選手、いよいよ爆発の予感です。次の試合も楽しみですね。グラスノー投手インタビュー。
今季ドジャースに加入したタイラー・グラスノー投手は素晴らしい活躍を見せています。彼は6回4安打3失点で好投し2勝目を挙げました。特筆すべきはチームメートである大谷翔平選手から君のためにホームランを打ちたいというビデオメッセージを受け取っていたことです。このメッセージに応える形で大谷選手は移籍後初の本塁打を放ちました。7回左腕テイラー・ロジャース投手から放たれた外寄りのボールを強振し打球は右翼席へ飛び込むソロホームランとなりました。この本塁打は飛距離430フィート打球速度 105.6 マイルに達し観客は総立ちとなりました。ホームインした大谷選手はテオスカー・ヘルナンデスからひまわりの種を浴びせられチームメートからの祝福を受けました。米カリフォルニア州の地元局スポーツネットロサンゼルスの試合後番組ではグラスノー投手のインタビューが公開されました。有言実行の大谷選手の一発についてグラスノー投手は最高だったよ、一号を見れてよかった、素晴らしい瞬間だったね、嬉しいよと喜びを語りました。またドジャースが毎試合5点以上を記録していることについても触れ素晴らしいね、リードを得られるのはいつだっていいものだ、非常に自信になるよとチームの強さと投手としての自信をコメントしました。このようにグラスノー投手の言葉はドジャースが持つ団結力とチーム力を物語っています。大谷翔平、ドジャース1号ボールをゲットした女性は試合中の興奮と大谷翔平選手の偉業を伝える地元放送局スポーツネット LA の実況と解説は特に注目を集める一幕がありました。実況担当のジョー・デイビス氏は大谷選手のホームランボールを取った観客についてホームランボールを取った人はリッチになりましたねとコメントし、オーレル・ハーシュハイザー解説者は笑いながら打った人はすでにすごくリッチだけどねと返しました。これに対しデイビス氏もええ、それは本当ですねと応じました。昨年12月大谷選手はドジャースとスポーツ史上最高額の10年総額7億ドルで契約したことが話題になりました。同局が流した映像ではボールの着弾地点にファンが群がり、デイビス氏はマットスクランブルですと表現しました。ハーシュハイザー解説者は翔平自身がボールを買い戻したいだろうねと話し、デイビス氏はサイン入りバットと2個のサイン入りボールあたりで取り戻せるかもしれませんねと返しました。ボールをキャッチしたと思われる女性ファンは球場警備員に随行されて裏道へと去りました。通常選手のホームランボールはその選手の意思を確認した上で球団職員がファンと交渉し記念品や選手との記念撮影などとバーターで取引されることがありますが、ファンが拒否してオークションに出品することもあります。この状況は野球ファンにとって興味深い側面を示しています。ホームランだけではない大谷の魅力、大谷選手の魅力はホームランだけではありません。この日は足でも見せました。3回の第2打席で見事な内野安打を記録しました。このプレーではベースカバーに入った投手との競争に圧勝し、その後4番ウィル・スミスの長打に続き1塁から激走して勝ち越しのホームインを果たしました。この試合は MLB ネットワークで全米に放送され、大谷選手の驚異的な脚力が注目されました。1対1の同点で迎えた3回先頭の第2打席で相手先発ハリソンの内角球を打ち1塁へのゴロを放ちます。大谷選手は全力疾走で1塁へと向かい、ハリソンがベースカバーに遅れたこともあり容易にセーフとなりました。続く1・4、4番スミスが左翼線に長打を放つと大谷選手は1塁から激走してジャイアンツ守備陣の中継からの返球に勝ってスライディングでホームを踏みました。 MLB ネットワークの解説を務めたダン・プリーサック氏は大男大谷が速すぎた、かけっこになってしまいハリソンが勝てるようなレースじゃなかったと内野安打の場面について言及しました。実況担当のボブ・コスタス氏もパワーヒッター、投手など大谷に関して愛すべき全ての要素の中で彼は盗塁もできるのです。昨季はアメリカンリーグの三塁打王でした。彼は様々なことをうまくやってのけてしまう、まさに唯一無二の存在です。多くの人がユニークという言葉を使うとき大体の場合はレアという意味ですが、大谷は完全に唯一無二の存在ですと大谷選手の多彩な才能を称賛していました。 SNS の反応、
大谷選手のホームランを待っていたファンもこの日は喜びを爆発しました。ホームラン出ないからとメディアも騒いでたけど、大谷選手は手術したことを忘れられてるのかと思いましたが、やっぱりホームランを打ってくれると嬉しい。ドジャース移籍後初ホームランおめでとうございます。ドジャースタジアムもすごい歓声でしたね、というコメントや、とにかく1本出て相当楽になれると思う。でも大谷選手はだいたい毎年オープン戦は好調を維持し、一体落ち着いて6、7月に絶好調という流れが基本のスロースターター。スイングスピードと打球速度に変化がない限りは全然問題ないと思う。打球はいつかは上がり出す。そこに加え、本来は打ち損じの打球がホームランになる能力があるから、大谷選手はすごいんだ。野球にはいろいろな要素はあるけど、今は 3A でもメジャーに上げるためにスイングスピードと打球速度は最重視してる能力だから、あんなに試合中に打球速度がすごい場合にクローズアップされてる、というコメントがありました。大谷選手もこれで楽になると思うので、ホームランの量産も期待したいですね。レジェンドも大谷翔平を絶賛。アメリカメディアでも大谷選手のこのホームランを祝福しています。米メディア FOX スポーツは公式 X でこの一打について綴り、ようこそ翔平、大谷翔平がドジャースでの初ホームランを放ったと手放しで祝福しました。米放送局の CBS スポーツ電子版は、ドジャースがジャイアンツに勝利したため、ドジャースにとっても重要な一本となったと報じました。またレジェンドのオルティズ氏もアメリカテレビで大谷選手のホームランを絶賛していました。あの外角高めに投じられた 93.2 マイルのシンカーは簡単なボールではないよ。それを球場の一番深いところまで飛ばすとは素晴らしいね。本当に素晴らしいホームランだよ。彼の実力は比べる次元ではないね。一本出たのでこれからホームランも増えていくだろう、と語りました。オール MLB にも選出。 MLB 公式サイトは日本時間3日にシーズン終了後に発表されるメジャー全体のベスト9に相当するオール MLB チームの今季予想を発表しました。ドジャースの大谷翔平選手は指名打者でファーストチーム入りすると予想されています。セカンドチームはアストロズのヨルダン・アルバレス外野手とされました。これは昨年と同じ配置です。大谷選手とアルバレス選手は過去3年間でそれぞれ DH としてオール MLB チームに選出されています。大谷選手は2回、アルバレス選手は1回にファーストチームの栄誉を手にしていますと紹介されています。大谷選手は先発投手としても22年、23年にファーストチーム、21年にはセカンドチーム入りしています。同じ年に2部門で選出されているのは大谷選手だけです。大谷選手については、昨季アメリカンリーグで本塁打数、メジャーリーグ全体で OPS1.066 でトップに立ち、先発投手としても大活躍した。二刀流のスーパースターはこの3年間で2度目となる満票でアメリカンリーグ MVP を受賞しました。ドジャースとの契約は10年7億ドルで、これは世界のスポーツ史上最高額ですと解説されています。またドジャースからはフレディ・フリーマン内野手が一塁、ムーキー・ベッツ内野手が遊撃手で共にファーストチームに、ウィル・スミス捕手は捕手でセカンドチームに入っています。これらの選出はチームの強さを物語っています。ジャッジ、アルバレスも同日ホームラン。この日ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手とアストロズのヨルダン・アルバレス選手もそれぞれ輝かしい成績を残しました。ジャッジ選手はダイヤモンドバックス戦で今季1号本塁打を含む2安打3打点を記録し、アルバレス選手も2本塁打を含む4安打3打点と活躍しました。これによりメジャーリーグを代表する主砲たちが奇遇にも同日に今季1号の本塁打を放ちました。ドジャースの大谷翔平選手は開幕から8試合37打席連続で本塁打が出ておらず、自己ワーストを更新していました。打率は2割4分2厘で本塁打なしという状況でしたが、4対3の7回に試走者なしの場面でサワン・テイラー・ロジャースの速球を右中間へ打ち、本拠地ドジャースタジアムに詰めかけた 52,746人のファンを熱狂させました。22年にはアメリカンリーグ MVP の候補に名を連ねた大谷選手は、今年1月に MLB.com が発表した、 MLB で次に三冠王となるかもしれないスター選手たちの本命枠に選出されていました。そして昨季本塁打王を争いながらも静かだったジャッジ選手、アルバレス選手、大谷選手が奇遇にも同日に今季1号本塁打を放ち、
インターネット上では喜びの声が多数上がりました。0本だった大谷、ジャッジ、アルバレスが今日同時に1本出たといったコメントや、ジャッジも大谷もアルバレスも今日開幕といった表現が見られ、ファンたちの間での歓喜が伝わってきます。今回のお話は以上となります。いかがでしたでしょうか。この動画が面白いと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。